こういうマッサージとか、まあ、何でもそうですけど、職人の仕事というか、ノブさんもね、言ったらこうスペシャリスト、職人なんで、清水さんは何やってあったんですか、ノブさんは。今回、営業とか、営業やったら、ね、痛みの時に注意してください。それで、こっちの鎖骨の下はこういう感じで。ストレッチします。はい、寺田さん、お疲れ様でした。で、今日ですね、第1日目、はい、で自宅で、教材で勉強していただいて、はい、まあ、私がやってみて、それを見てもらって、初めてモデルさんにやってもらったわけですけども、はい、今の感想を聞かせてください。感想はとりあえず汗だくだくでやりましたけども、うん、なんとかこう感じが、あ、こんな感じでやるんだなっていう雰囲気というか、は分かりました。うん、はい、ありがとうございます。じゃあ受けてもらった野口さんに、はい、今日寺浦さん初めてやったんですけども、はい、その感想と、まあ、こういうところ注意してほしいなとかあったら言ってください、うん、もう初めてなのにすごい捉えられてる感じがしました。されてて安心があったというか、はい、圧とかも私は全然個人的には、まあ、好きな感じかなと思いました。で全体的にすごい本当に上手だなと思ったんですけれども、その眉の引き上げの力加減だったりとか、まあ、私も習った時同じだったんですけど、はい、ちょっと強いかなっていう感覚はありました。あとは大体初めてでしたけど一発目できてるって感じでした。はい、うん、はい、それうまかったもんね。そう思いました、うん、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ清水さん、初めて今日ですね来ていただいて一発目やったんですけど、今の感想、自分の手応えというか教えてください。手応えはまだまだですけど、もうとりあえず一生懸命やってれば気持ちよくなってもらおうと思ってやりました。どこが一番難しかったですかね。個人的にはこのつまみですね、うん、大きいと、うん、はい、わかりました。首のそばです。はい、はい、良田さん、清水さんの受けてどうですか。やっぱりこうマッサージはもう やってはったんで、そういう、うん、アプローチというか、こう
なんていうのかな、滑らかに力入れていくっていうか、気持ちいい感じで圧力かけていくっていうのがうまかったっていうところ。でもちょっとそのやっぱりヘッドっていうところが初めてだったと思うんで、こう髪のかき分けとかそういうところとか引き上げっていうところがちょっとまだ改善が必要かなって思いました、はい、でも全体的にはもうほとんどその経絡ヘッドを受けて、僕は受けてきたんですけど、いっぱいいろんな人のやつ受けてきたんですけど、で結構もうそういう雰囲気というかそういうのはできてるなと思いました。はい、ありがとうございます。